デオドロダ、フォンセカマヌエルデオドロダ・フォンセカは、ブラジルの軍人、政治家、軍事クーデターを指揮して、皇帝ペドロ2世を退位させ、ブラジルの初代大統領となった。その肖像は1950年から、長らく920クルゼーロ紙幣に、また1980年から1985年までは、95500 50クルゼーロ紙幣に使用されていた。 アラゴアス州の軍人の家庭に第三種として誕生した。彼が生まれた町シガーデでアラゴアスは、現在彼と彼のニー・セベリーノだ、ポンセ・カダンシャクにちなんで、マレシャル・デオドロという名になっている。デオドロは、軍人としてキャリアを積み、1848年にペルナンブーコ州で起きたプライエーラの反乱を鎮圧させた。同じ年に、 ヨーロッパ大陸で起きた1848年革命に触発された反乱であったがウィーン体制が崩壊したのとは対照的にブラジル帝国はさらに延命した。デオドロは三国同盟戦争に陸軍隊員として従軍1884年に陸軍減衰、最終的には最高司令官となった。彼の資質とも言える勇猛さ、軍事的才能、 大しい姿が彼を国の象徴に押し上げた。リオグランデドする州知事としてデオドロはサンパウロのカフェ社公人ベンジャミン・コンスタン・ボテイリョやルイバルボーザラ共和主義知識人と交流を持った。1886年警戒心を持った帝国政府によって目立つ共和主義者に逮捕命令が出され、デオドロはリオデジャネイロへ向かい、 奴隷制廃止を支持する軍閥の指揮を引き受けた。皇帝ペドロ2世は10年かけて奴隷制を廃止すると主張し、自身の奴隷を1840年に解放していたが、経済に打撃を与えないよう時間をかけて奴隷制廃止をするべきと信じていた。結局、皇帝の長女イザベルが三度目の摂政を務めていた1888年に奴隷制廃止が完了した。行き取った。 加藤政治の失政者たちが、その後のクーデターの一翼を担った。デオドロの名声は彼を皇帝を単位させる軍事クーデターの首領に持ち上げた。1889年11月15日、彼はブラジル合衆国の新憲法を制定する国民議会と呼ばれる臨時政府の主犯となった。しかしすぐに彼は文民の共和主義者の首領と対立した。 1891年2月26日に行われた大統領選挙で議会に軍事的圧力をかけられた上で彼は僅差で過半数を制し初代大統領に当選した。数日後、彼はキンタダボアビスタで就任時の宣誓をした。ポンセカ政権は政治的、私的に副大統領フロリアーノペーショトとの間の敵意に翻弄された。 トーリス港を民間会社に開放するフランス皇帝ナポレオン三世のような団結したナショナリズムの成功などを含む横暴な法令に対する疑似妨害で議会内で強く対立する構図となった。副大統領ペイソットと提携した議会内抵抗勢力は強固になり国民感情は悪化した。この状態が頂点に達したのは1891年11月3日に フォンセカが国家の非常事態を宣言して国民議会を解散させた時だった。解散に反対する第二子のグループは海軍帝都ククストジオジョゼデメロを含む海軍幹部から指示を受けた。フォンセカは内戦の瀬戸際にあることを悟った。1891年11月23日、彼は辞職してフロリアーノペイショトに席を明け渡した。 本セカは1892年8月23日、リオデジャネイロで死去した。ありがとうございます。